ポール・ボイヤーはアメリカ人生科学者。アデノシン三ン,ン酸合成酵素の構造の解明に対して1997年のノーベル科学賞を受賞した。ボイヤーはユタ州のプロボに生まれた。プロボ高校に入学し、生徒会と討論部で活躍した。1939年にブリガム・ヤング大学で科学の学士号を取得し、大学院時代には ウィスコンシン卒業生基金の奨学金を受けた。ウィスコンシンを経つ5日前、ボイヤーはライダ・ウィッカーと結婚した。彼らは3人の子供と8人の孫に恵まれた。1943年に、ウィスコンシン大学マディソン校から生科学の博士号を得た後は、スタンフォード大学で輸血用に、結成アルブミンを安定化させるという軍事研究に従事した。 その後、ミネソタ大学で独立した研究室を持ち、酵素の研究に、動力学、同位体、科学などの方法論を持ち込んだ。1955年には、グッケンハイムフェローを得て、融合手折れるとともに、アルコール脱水素酵素の研究を行った。1956年には、ヒル基金の援助を得て、ミネソタ大学の医学部に移った。 1959年から60年にかけてアメリカ科学会の会長の職につき、1969年から70年にかけてはアメリカ製科学会の会長として活躍した。1963年からはカリフォルニア大学ロサンゼルス校の科学及び生科学の教授を務め、1965年には分子生物学研究所の責任者となった。 また大学院部局間の調整にも当たった。しかしこのような激務でも彼の創造性は低下することがなく ATP 合成酵素の結合性に関して3つの仮説を打ち立てた。すなわち獲得したエネルギーは最初から ATP の合成に使われるのではなくリン酸元の結合を冷気し ATP の強い結合を緩ませるのに使われること3つの活性部位は 強制的に配列の結合性が変わること。酵素の外周にある活性サブユニットの結合性が変化が内部の小さなサブユニットの回転に由来するという過程である。ボイヤーは1963年から89年までアニュアルレビューオブバイケミストリー氏の編集長、または副編集長であった。また歴史あるザ・エンズ・イムズ氏の編集長も兼ねていた。 1981年、カリフォルニア大学ロサンゼルス校の講師になり、1989年にはアメリカ科学分子生物学会のローズ賞も受賞した。その他、1974年にはストックホルム大学の、1996年にはミネソタ大学の、1998年にはウィスコンシン大学の、それぞれ名誉教授になっている。 2018年6月2日に死去したことが UCLA によって発表され、合わせてアルツハイマー病と認知症の研究のために自らの脳を動向に寄贈した。ありがとうございます。